こんにちは。この試合の実況を務めます西岡です。そしてお隣解説席には福西崇史さんをお迎えしてお伝えしていきます。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の試合はトリノ対ユベントスのマッチアップです。移籍が決まった時からラキティッチのデビューが楽しみでした。素晴らしい選手ですね、福西さん。彼はワールドクラスですよ。技術も高くクレバーな選手です。獲得にお金がかかりましたが、彼はスーパースターですからね。観客の期待はラムジーに集まりますね。どんな選手ですか？パスもドリブルも全てがハイレベルです。プレッシャーも大きいと思いますが、実力を見せてほしいですね。こちらがトリノの先発メンバーです。一般的な352ですね。現代ではセンターバックからのビルドアップが重要です。こちらがユベントスの先発メンバーです。一般的な433ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。主審の笛で試合が開始されました。ダメです。マテューディがいました。マテューディ、ブライズ・マテューディ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ロレンツォ・デ・シルベストリ、ソワリを巻いて、ダニエレ・バゼッリ、流されます。クロスに、ここはフリーキックです。警告はありません。中の選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。バゼッリ、距離があるところからフリーキックで直接ゴールを狙いました。わずかにそれました。いいところを狙っていたんですが、惜しかったですね。ザザ、ソワリを巻いて、素晴らしいスルーパス。ザザ、見事なセーブ。入れさせない。ひとまず前に出しました。試合を有利に運んでいます。サポーターの声援も一段と熱を帯びてきました。シモーネ・ザザ、ゴールを狙う。ちょっと角度がなさすぎました。狙うべきではなかったかもしれません。冷静になるべきでしたね。シュート以外の選択肢を考えるべきでした。危険な位置です。緊張感が増してきます。ラキティッチ、いいプレスです。ボールを奪いました。ザザ、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。いました、ラキティッチです。ブライズ・マテューディ、ソワリを巻いて、ザザ、ラキティッチ、クリスティアーノ・ロナウドへスルーパス。
決まるかと思いましたが、マテーニーのスルーパス。試合はゴールキックから再開となります。試合前にニュースがありましたが、バイエルンミュンヘンが選手を獲得しました。はい、いい選手を獲得しました。今後の活躍に期待しましょう。いました、ラキティッチです。このミスは痛い。相手にパスを出しました。ブライズ・マテューディ。パウロ・ディバラ。よく聞いています、マテューディ。クリシアーノ・ロナウド。勝ち越しゴールなるか。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。ボレーでのゴールが決まりました。うまい、完璧ですね。こちらのカメラからの映像です。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。さあキックオフ、試合はユベントスがリードしています。フェデリコ・ベルナルデスキ。マテューディがボールに絡みます。しっかりとしたディフェンスです。でシルベストリ、ソワリを巻いて、ちょっと長すぎたか。ベロッティゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。ゲームはまだまだ分かりません。別のアングルからご覧ください。アーロン・ラムゼイ。クリスティアーノ・ロナウド。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ソワリを巻いて、ダニエレ・バゼッリ。ラキティッチ。マテューディ。マテューディのスルーパス入ったかと思いましたが、鮮やかに止めました。ユベントスがコーナーキックを獲得。ディバラのコーナー、キエディニー。キーパーがしっかりと止めました。ラキティッチ。ディバラ、ボールがフリーになりました。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ラキティッチ。ラキティッチ、キャッチできません。前半終了です。スコアは1対1。これから後半を迎えますが、このデビュー戦ですでにインパクトを残しましたね。福西さん、見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと、相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。
残りは45分ユベントスがボールを動かします。クリスティアーノ・ロナウドが打った。このシュートは入りません。ここで勝ち越せると大きかったんですけどね。いました、ラキティッチです。ディバラ、いいクロスだ。ラキティッチ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ラキティッチへ、クリスティアーノ・パウロ・ディバラ、キーパー素晴らしいセーブを見せた。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ラキティッチのコーナーで再開。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。シュートはディフェンスが止めました。それは危険だ。やりました。クリアすべきでしょう。ラキティッチ、このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。ディバラなら直接狙ってきそうですね。見事なフリーキックでしたが、ここはクロスバーに当たりました。入るかと思いましたが、運が足りなかったですね。ソワリを巻いて、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。クロスがディフェンダーに当たりました。キエッリーニのキックで冷静になりたい。シモーネ・ザザ、攻撃はここで止められます。よく聞いています。マテューディボールを持ちました。何をするんでしょうか。いい形でゴール前まで持ってきました。ベロッティ、コーナーキックです。中に入れた。コーナーキックからのセットプレーはキーパーが防ぎました。いいアイディアでしたが、ボールを奪われてしまいました。ディバラはサイドに持ち出すでしょうか。クリスティアーノ・ロナウド、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。どちらのチームもここで選手を交代してきます。この選手がラキティッチです。カウンターのチャンスです。中央にクロス、試合は同点のまま。ゴールを狙いましたが、ここは入りません。
シモーネ・ザザ。リードを奪いたい。コーナーキック。ユベントスまだ気は抜けません。に当たってゴールラインを割りました。クリスティアーノ・ロナウドがまだ試合の流れに乗れないようです。この選手ともなるとこの不調はちょっと心配にもなりますよね。今日はあまり効いていませんね。本来の味である攻撃面をもっと出してどんどん前でボールを受けるべきだと思います。今のままでは勝ち越しゴールが生まれそうな雰囲気がありません。このパスはカット。読まれていましたか。ラキティッチへ。どちらが得点をしてもおかしくない展開が続いています。中央へのボールはクリアされました。マトゥイディ、ラキティッチ、これはドグラスコスタ。真ん中にクロスを上げた。キーパーがクロスをパンチング。最後に勝ち越しのチャンスが巡ってきました。入れば1点リード。このまま同点かと思いましたが、ダービーの最後にドラマが待っていました。よく冷静に決めましたね。サポーターの期待に応えました。信じられません。この時間帯に勝負が決まってしまうのでしょうか。大番狂わせです。とはいえサッカーですからね。終了までまだまだ分かりませんよ。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね。この時間だと厳しいと思いますよ。クリスティアーノ・ロナウド、試合終了のホイッスルが吹かれました。さて福西さん、今日のダービーを振り返りましょう。残念ながらチームは敗れてしまいましたが、いかがだったでしょうか。最後まで見応えのある試合を見せてくれました。スコアが示すほどの差はなかったように思います。